どうすりゃあのガッツから一本取れるんだ。そいつは難しいな。今のお前の腕じゃ、おまけに相手はほとんど怪獣。いっそ石でも投げてみたら。剣じゃねえと意味ねえの。石の腕前なら実際大したもんだけどな。まともにやり合っちゃ体格で大人にかなうわけねえからな。端っこさとこいつで俺は生き延びてきたのよ。やっぱダメか。そうでもねえ、なかなかいい線いってたぜ今のは。なあ、本当にいいのかこれで。何が？普通修行っていや、長い時間かけて基本を繰り返したり技を伝授したりするもんじゃねえのか。基礎なら毎日やってんじゃねえか。第一、お前が俺の真似したところで始まんねえだろ。それともお前、何十年も修行して達人にでもなるのを待ってから戦場に出るつもりか。気の長え話だな。そんなつもりはねえ。戦場ってのはお上品な御前試合とは違う。剣の腕だけで生き残れるってもんじゃねえ。逆に半端な達人は名を上げたい連中にたかられて落ちぬことも少なくねえんだ。じゃあどうすりゃ。内地へ絞って考えろ自分で。お前そうやってきたんだろうが今まで。夜は火を絶やすな。奴らは火に弱い。あいつらって一体何なんだ。いくらやっても湧いてくるぜ。怨念だよ、恨みを残して死んでいった人たちの。だからキリがないし、どこに行っても出てくるんだ。考えてみりゃ、村を飛び出したあの時から俺はもう戦場にいるのかもしれねえな。その俺が他人に頼ろうた、迂闊だったぜ。利用してやら、とことん。何もそんなに意地を張らなくても頼るがよい。師匠としてどっぷり甘やかしてみせよう。人の心を読むな。弟子にプライベートなどない。ドロよ、そもそもお前はこの私から剣を学んでどうするつもりなのだ。士官でもするつもりなのか。笑わせるぜ。この俺が士官だ。真っ平だね、宮遣いなんざ。じゃあどうして。いいか、俺が目指すのは士官だの立身出世だの世間の方にはまり込もうってな、さまつなレベルの話じゃねえのよ。俺が目指すのはな、ズバリ最強剣士。ふん。時々エルフを見えない人がいるんだけど、ワル姉ちゃんは俺の姿見える？は、はい。よかった。いろいろ怖い目にあったからエルフみたいな存在を信じられるようになったんだね。さて、追っ始めるか。
共に妖刀ざっくり丸をお見舞いしてやる。エレメンタルの加護を受けた魔法の剣。お世話になります、精霊さんたち。ザグどもを蹴散らす。透き通った羽虫のような影、これが風のエレメンタル、シルフェなのですね。
とうございます。精霊さんたち、なんだか答えてくれるような気がしますね。おしめえだ。先に進むとするか。それ、生贄の烙印ですね。お師匠様から教わりました。その烙印を刻まれたものは、断末魔までもが闇の者どもの供物になるのだと。あなたは、運命さえ司るほどの天使や悪魔のごとき者に挑まれるおつもりですか？そうだな。いつか一発ぶん殴ってやんねえとな。馬鹿げてます。無知蒙昧というか。思いや感情は魔術にとっても欠かせないものよ。でも相手は宇津代の断りすら通じない超絶の存在なのですよ。人々を巻き込み魅了する巨大なオドの流れ、宇津代のいかなる刃も触れ得ぬ強運たか。あれは人の姿はしていても霊的にそう呼べるものではありません。宇津代において一人として並び得るもののない存在、まさしく絶対者です。あの者が黙示録に記された五番目の御使いが受肉した姿、闇の鷹なのだとしたら恐るべきことです。その鷹こそ彼に烙印を刻んだ張本人です。だったらなおさら。シール家、私たち魔術師は人よりも多少はこの世界に内在する諸力について知識を持ち合わせています。でもその知識ゆえに時には飯になっているのではなくって。どういうことですか？おっしゃっていることの意味がよくわかりません。奇跡然とした奇跡のみに心を奪われるのではなく、目の前にある事実にも目を凝らしてごらんなさい。彼はまだ生きているのですよ。運命に抗い生き抜いて、そして彼は出会った。レイジュの森の魔女フローラ一番の秘蔵っ子シール家に。私にあの人に力を貸せと？それを決めるのはあなた自身。神は運命を与えたもうけれども、それを選択するのは人の子よ。私はそう信じています。その目でしっかり見極めてきなさい。この出会いがあなたにとってどんな意味をなすのか。イノシシ仕留めたぜ。今晩は肉だ肉。困りましたね。焼くのにちょうどいいものが。あ、食いてえか。こいつで焼いて。ファルネーゼ様、これは。キノコよ。さっき見つけてきたの。これは毒キノコです。食べられませんよ。なのですか。さて、おっ始めるか。
それでは行ってまいります。あなたたちに精霊の祝福があらんこと。いらしてたのね。声をかけてあげればよろしいのに。ほんとたくましい子たちだこと。少々危ういところもあるけれど、これでお気に召しまして。それにしてもどういう風の吹き回しかしら。あなたが私に頼み事だなんて。それも誰かのために。同病愛哀れむといったところかしら。それとも利用しているだけ。古き友よ、あなたにまだ人としての心が残っていると信じたいわ。私が手を下さずとも、あの者もまた因果律に導かれし一因子なのやもしれぬ。そうね、神は運命を与えたも、出会いという運命を。その目でしっかり見極めてきなさい。この出会いがあなたにとってどんな意味をなすのか。皆さん、これを指に結んでください。髪の毛？お前の？どうしてこれを？電話をできるようにするためです。テレパシーよ。電話？うさんくせえな。そこで今回のトロール退治では、皆さんには私の指示に従っていただきたいのです。んだと？冗談じゃねえ。ちっとばかし魔法が使えるくれでリーダー気取りか。それが一番合理的です。戦況全体を把握して皆さんにそれをお伝えできるのは魔術師の私だけなのですから。トロール襲撃の際、村人が立てこもるとしたらここでしょうね。やはりここに陣を張るしかないけれど、この場所は、はあ、お師匠様の言いつけでなかったら誰がこんな村。どうした？寺院の立っているこの場所は、かつてこの土地の精霊を祀った神殿の跡です。法王朝はこうして精霊信仰の聖地を踏みつぶし、教義を自らの権力を誇示する道具にしています。人々は神の名を唱え争い、神の名を唱え救いを求めます。繰り返し、飽きることなく、自分たちが忘却しようとしている者たちにこそ自分たちを救う鍵が隠されているかもしれないのに。だったらやめりゃいい。お前にその気がねえなら、何もそんないけすかねえ連中のために危ない橋を渡ることはねえ。言われたから嫌でもやるってのはガキの使いってんだぜ。なんて礼儀知らずで不真面目な人なの。こんな人が私の運命であるはずない。絶対なあ、トロールの大軍だ。来た。シールケ、準備はできてるわよ。皆さん、寺院に避難してください。イバレラ、私たちは魔術の準備に取り掛かるわよ。トロールがこんなにたくさんいるなんて。
人間離れしている。あの剣にまとわりつくあの影は、の大嫌いな性別した木の実をぶちまけるのよ。トロールが近寄ってこない。どうやら魔除けの力が効いているようですね。長くは持ちません。今のうちに寺院へ急いでください。心配ですね。私は石泥さんと救出に当たります。ありがとうございます。あれってとこか。そいつを倒せば下っ端どもも。皆さん、これから魔術でこの寺院に防壁を張ります。霊障には時間がかかるので、それまで寺院を守り抜いてください。手分けしませんか。
あの大きいトロールを狩りましょう。バッキャロ、ここが正念場なんだよ。時急須ってところかもしれませんね。ゲプラ、マルクト、アテ、ベ、ゲルゲル、レ、オラーム。トロールが。これがあいつの魔術。
どうやらトロールはこの結界には近づけねえらしいな。まったく大したジョージャンだぜ。私向きの相手のようです。任せていただきます。好きにしな。俺のこのデカブツの方が分かりやすい。安くて性に合ってる。さすがに無茶だ。あんなのに勝てるわけが。そうでもないぞ。あいつこういうの結構慣れてっからな。でかい図体してるだけあってタフだ。雑魚どもとは違う。急がなければ。この地にいる精霊ウィンデイム。精霊に古の契約に従い、この地を汚せし悪霊を洗い清める。川の氾濫、トロールどもが流されちまった。これが魔術。しました。
あったんだよな。俺たち助かったんだ。これもあの小さな魔女のおかげだな。おい、キャスカとファル姉ちゃんの姿が見えねえぞ。まさか洪水に巻き込まれて。すぐ探さなきゃ。どうだ。ダメだ、どこにも見当たらねえよ。ファルネーゼ様は、お二人はまだ見つからないのですか。まだ動いちゃダメだって。大丈夫よ、きっと無事だわ。今シール家が二人のオドを探してるから。私の責任だ。私が力に溺れてしまったから、もっとしっかりやっていれば。おい、肩の力を抜け。そんなにシャチホコばってちゃ普通にやれることもできやしねえぞ。お前はよくやったぜ。正直驚いた。お前がこの村を救ったんだ。少々荒っぽかったかな。誰も責める奴はいねえよ。つうことでよろしく頼むぜ、魔女殿。感じます、二人のオド。二人とも無事です。でもこれはトロールに連れて行かれてるようです。致命傷じゃないけど、今すぐ動くのは無理ね。一晩明かせば傷も癒えるでしょう。ですが、それを待っているゆとりは。出発してください、一刻も早く。ファルネーゼ様をお願いします。行ってくる。冷たー。おい、ぼさっとしてるな。置いてくぞ。さて、追っ始めるか。本当にこの方角で間違いねえのか。トロールどもの残留思念をたどっているのです。間違いありません。にしてもさっきからだんだんと薄気味悪い景色になってきてねえか。なんだか魔女の館にたどり着いた時と真逆って感じだぜ。やはり恐れていたことが。ここは隔離用です。それも少々厄介な隔離用の闇の領域、クリフォトです。クリフォト。カクリオはその深みの中に独自の雰囲気を持ついくつもの領域をはらんでいるのです。幽体とは己のオドと同質の者同士が寄り集まる傾向があるのです。温かなオドをまとう者は温かな者同士で、
ここは逆、暗くよどんだ心の群れ集う闇。クリフォドです。これは通常ありえないことです。カクリオとウツヨがこんなにはっきりと重なることなど、トロールやオーグル、妖精やチミ魍魎、幽体の生物たちがまるで肉体を持っているかのように人々に認識される。彼らは本来私たちの精神世界、夜の夢や空想の中に住まう者たちなのです。もしもそれが現実に存在してしまったら。タロ、どうなるってんだ。わかりません。ただ世界は変わってしまう。いいえ、おそらくそれはすでに始まっています。あるものの出現とともに。この奥がトロールどもの巣です。急いでお二人を助けましょう。止まってください。あそこにいるトロールのオドをそらします。相手をしている暇はありません。見つからないよう慎重に進みましょう。すげえ、どうなってんの。オドを操ることも魔術の一部。魔術師ならば誰にでもできることです。このままではキャスカさんたちが。ガッツさん、急いでやっつけてください。行き止まりじゃんか。魔術で道を開きます。少しの間敵を引きつけてください。分かった、敵は任せておけ。頼もしいこと言ってくれるじゃない。こいつら奥から湧いてんのか。ちょっと見てくれ。ガッツ、あっちからもトロールが。面倒になる前にそいつを倒すか。食い止めりゃいいんだろ。
勝をやり直します。援護を開きました。先に進みましょう。この先にもトロールのオドを感じます。見つからないように注意して進みましょう。何もできない私に初めて託された、私よりも弱い存在、私が無力であることを許してくれない。これは報い、それともこれで先に進めるわね。この奥です。詠唱の時間を稼いでください。よし、ここは俺様に任せな。詠唱をやり直します。援護Oh!
ロールが迫ってるよ。またかよ。なんとか潰しに行かねえと。別状はねえよ。あんたを連れて帰ると約束した。倒し終わりましたね。すぐにここを脱出します。また出てきやがったぞ。私が気を失わなかったのはキャスカさんを見たから。自分よりも弱い存在が私を支えた。これは救い。私が虐げ続けた弱き者が今は私を救ってくれるの。足止めする。おめえらを先に行け。そんな、いくらなんでも無茶です。あの数を一人で、魔術の援護もなしに。任せろ。なんなのよ。イノクも告げさせないこの言い切りようは。この状況を見れば無謀だってわかるでしょ。キャスカを頼む。ヴァルネーゼ、あんたのおかげで随分と救われてる。感謝してる。いえ、そんな。イシドロ、お前がしんがりだ。女たちを守れ。けどよ、俺武器を持ちゃ戦場じゃガキだろうが立派な戦力だ。任せられるから任せた。やり遂げてみせろ。わかったよ、やってやら。クールに完璧に、このクソ男。さて、追っ始めるか。ゾロゾロ湧いてきやがる。久しぶりに100人、いや、100匹斬りとしゃれ込むか。腹減ってんだろ。今夜、お前らのうち半分は今すぐ餌だ。
潮時か。この感覚。久しぶりに型を成してみればトロールどもの腹渡だなんて最低の体だわ。数えきれない夜の中であなたの慟哭を感じていた。そして道が開かれた以上、あなたが私の領域を訪れることは分かっていた。さあもっと感じさせて、あなたの怒り、苦痛、すべて解き放って、あなたの魂はこのクリフォトにこそふさわしい。その憎悪、苦悶、そして恐怖、姫ごとに水を差すものではなくて、それともあなたもご一緒する？王様、腹和田の正気、召喚されしは貴様のみか。召喚ですって？私は自ら赴いたのよ、この坊やに会いたくて。ならばもはや語るまい。もう殿方はせっかちなんだから。でも少々じらすのも女のたしなみ。ここは私の体内も同然。暴れなさい、激しく闇の落とし子たち。
が引きちぎれるこの感触。でも足りない、これじゃ全然。もっともっとよ。戦の王者どもの怨念で期待し、その剣ならば貫け。くそ、一体何がどうなっちまったんだ。キャスの強引な降臨と入滅の余波だ。この領域の生と死が逃げたり混沌と化した。試し切りには頃合いやもしれ。これはキャスらをかの渦へ葬らんがためにのみ振るう手段だ。つまりだよ、技術なんぞに付き合ってる暇は。人どもより奪いしベヘリット、我が体内にて刃へと練り上げた呼び水の剣になる。
ファルネーゼ様、よくぞご無事で。もしものことがあったらどうしようかと。心配かけましたね。俺の活躍見せてやりたかったぜ。あなたは何もしてないじゃないですか。エイド、仲間か。もう二度と、そう思っていたんだかな。キャスカのお守りを頼むぜ。はい、私に任せてください。キャスカさん、あなたには随分とむごいことをしましたね。謝罪します。さて、追っ始めるか。これでよし、終わったわ。最後に大きな仕事になったわね。懐かしいのではなくて。まさかこれを持ち出すことになるとはね。これがどれほど危険なものか、お前に分からぬ道理はあるまい。分かっているわ。ずっと見守ってきたのですもの。でも、なればこそ、これからの旅路で、あの子たちには必要なものとなるでしょう。因果なことだ。いいえ、私はそうは思いません。人は同じ過ちを繰り返すように見えるけれど、因果は決して円環ではない。螺旋なのです。あの子たちが、あなたや私と同じ道を選ぶとは限らない。確かに。来たわね。私の霊力も随分と弱まってしまったのね。こうもあっさり結界を破られるなんて。戦ってくださるの？でもどの道私は。なればこそ安らかにあれ。ありがとう。あなたの真心忘れないわ、古き友よ。魔女っ子シール家の鬼退治、ここいらの新しい伝説になるわね、きっと。そんなことない。私にできたのは些細なことだけ。クリフォトが閉じたのは何か別の力、私の術ではない。ガッツさん、どうしたんだ。傷は塞がったんじゃねえのかよ。いいえ、これはかなりの深手です。肉体の傷は確かに塞がっていますけれど、幽体の傷が癒えずにそのまま残っているのです。大したことはねえよ。ちょいとした立ちくらみみてえなもんだ。肩ぐらい貸しますよ、不本意ながら。いいって。ガッツさん、私たちが脱出した後一体あそこで何があったのですか。ぶん殴ってやったのさ、こいつで一発。天使気取りの化け物を。そんなことが。
人間にそんな上位の霊体と戦える手段など。あの剣、隔離用のものを切り続けることでその力に特化したあの剣なら、もしかしたら。何このオドの流れは。森の奥、館の方角。ファルネーゼとキャスカはここで待ってろ。館にヤバいのがいる。トロールなんて目じゃねえ奴らだ。行きましょう。
知っているぞ。我らが主の見栄、
その生き残りの塊だ。主、まさか。まだ魔女の首を取れておらんのか。後続部隊進め。おい魔女、火を消せ。魔法はどうした。魔法はなんで私心が乱れてうまく術が使えない。お師匠様、噂は耳にしている。使徒を買って回る黒い剣士だ。てめえがどうしてここに。まさかてめえらの主ってのは。知れたこと。人外が主と定めるはこの世にただ一人。このグルンベルドにお任せいただきたい。よかろう。かたじけない。このグルンベルド、鷹の団の一武人として黒い剣士に一騎打ちを所望する。何、今こいつなんて。どの口でほざきやがる。貴様らがどの口で鷹の団だと。よくお聞きなさい、我が愛弟子よ。
れよ黒い剣士殿に。あれってまさか。それよりこのままではお師匠様が。あなたには分かっていたはず。その時が来たのです。人が時の断りを超えて生きながらえることがいかに罪深きことか、魔術師のあなたになら分かるはずです。でもやっぱり寂しいです。私、陽だまりの元の膝枕もゴーレムたちとの午後のお茶もみんな亡くなっちゃう。泣いてしまう。おい、どうすんだよ。このままじゃ。宝物庫へ向かいます。そこにガッツさんに渡さなければならないものが。あの人が私の運命なのかどうか私には分かりませんけれど、今あの人を救えるのは魔術師の私だけ。霊樹の森の魔女フローラの弟子である私だけなのだもの。戦士として我が戦鎚にてほふるにはあたわぬ。コッパとなりて懺悔せよ。やられる。ガッツさん、すぐこちらへ。シルケ。
に湧き上がってくる衝動、俺の中に何か凶暴な奴がたぎってくる。委ねろ、全てを委ねろ。これは俺の どこに隠れた黒い剣士、これ以上まだ集大を晒すか。かけて。
剣と甲冑を身に帯びた者に、いや人間に可能な動きではない。杖なんてもんじゃねえ、人が悪いぜ。あんなすげえものもっと先に。あれはそんな生優しい代物ではないんです。危険です、これ以上あんな戦い方。ガッツさんは傷が癒えたわけではないのに。あれはドワーフによって作られた呪物、強戦士の甲冑です。甲冑の内に宿る禍々しいオドの流れに同調したものはまさに鬼神と化します。そしてとてつもない力を発揮するのです。人体の限界を超えて命の危機と引き換えに。貴様の勝ちだ。噂にたがわぬ、いやそれ以上の挑戦しよう。のために光の鷹の使徒としてお相手つかまつる。使徒として授かりし、この力を用いて黒い剣士を葬る。ドラゴン。バカな、こらえただと。この攻撃を人間が。おい、ま、骨がいっちまったんじゃねえのか。甲冑です。甲冑が折れた手足を補強しているんです。肉を貫き骨に食い込んで。どうしてそんなヤバいもん瀕死のガッツに着せたりしたんだよ。剣道を誇る我が攻玉の皮膚に亀裂だと。ありえぬ。戦い方が特に人間離れしてくぜ。人間、そう、あれじゃまるで体で暴れ続けたらガッツが死んじまうぞ。どうしよう、私のせいだ。また私どうすれば。あなたがやるのです。己の未熟を知り、力に溺れる危うさを知る今のあなただからこそできるはず。
あの力の乱流の中の剣士殿にあなたが道を示すのです。やってみます、お師匠様。私、あの人を。これは炎、怒り。これがあの甲冑に宿る憎悪の乱流。これはガッツさんの憎悪が甲冑の王道を帯びて憎悪をなしたもの。いけない、流れに委ねてはあなたはあなたでいられなくなる。思い出して、自分が誰か。どうでもいい。どうでもいいはずがない。思い出して、あなたが旅するわけ、今戦っているわけを。どうでもいいもののために、人間の魂はこんなにボロボロになったりしない。旅、戦い、わけ、これは誰だ、知っている。思い出して、彼女の名はキャスカ。キャスカ。あなたの名はガッツ、楽園の剣士ガッツ。楽園の娘キャスカを守る者。さっさと逃げるぞ、敵が迫ってる。でもお師匠様がまだ。お行きなさい、もうこの森も長くはありません。巣立ちの時が来たのです。ここより出て己の道を探しなさい。あなたと過ごした日々は短かったけれど、私の長き生の中で最も安らぎに満ちたひとときでした。ありがとう、お師匠様。命はその形を変えるだけ。あなたの夢の中でまた会えるわ。目の前の運命をつかむか否かはあなた次第。あなたの巣立ちに祝福を、愛しき子よ。さよなら、私の日だまり。これが海かよ。と、でき楽しそうですね。石泥さん山育ちだそうですから無理ないですね。海見たぐらいではしゃいじゃってお子ちゃま。こんなのただの大きな水たまりじゃない。いいもんだな。もうねえと思ってたぜ、日が沈むのをこんな穏やかに眺められるなんて。また眠れる夜が来るなんてよ。再び眠れる夜がやってきた。だが黒き甲冑をまとうその体には異変が起きていた。散歩か。確かにこの月明かりじゃなかなか寝つけねえな。ガッツさん、傷が痛むのでしょうけれど、無理してでも休まれた方が。夜の海ってのはゾッとしねえな。ぼーっと眺めてるとこの真っ暗なうねりの底に吸い込まれちまうような気がしてくるぜ。私、海は初めてなんです。お師匠様がおっしゃってました、海は隔離音と通じてるって。美しくて優しい、不気味で恐ろしい。そんな風に万人の心の琴線に触れる風景、
そういう場所は必ず隔離をとつながってるんだってあの頃は想像するだけだったけれど、こうして海辺に立ち初めてお師匠様のおっしゃった意味が分かりました。私は今見知らぬ場所にいる。あれから少ししか経っていないのに、とても遠くに来てしまったような気がする。私はもう戻れない旅に出たんだ。できすぎなんだお前は。そうやって小利口に自分の中でまとまったり、他人の気遣いばかりしてる方が気が紛れるかもしれねえけどな。そんなこと。ガキの自分からそんなことばっかやってるとひねた大人になっちまうぜ。ひねた大人の見本がよく言う。お気遣いなく。私たち魔術師にとって親しき者と死に別れるということは、あなた方宇津代の人々にとってのそれとは意味が違うのです。隔離世と宇津代の両方に身を置く魔術師にとって、死とは終わりではなく新たな偉大な生命へと羽化することで、決してシールケ、決して悲しむことでは。なんだかスッとしました。目と鼻が潮風でピリピリします。実を言うと俺もだ。体中な。あ、やっぱり無理してる。そっか、シール家ももうお年頃か。でもまさか初めての人がこんなおじ、もっとい年上だなんてね。ちょ、イバレラ、ワイルドな年上の人に初めて芽生えた少女の淡い思い、いやー、くすぐったいん、ラブリーン。うわー、客だ。あんた、やはり生きてたか。その言葉、そのまま返そう。今日は何の用だ。見舞いに来たわけじゃねえんだろ。あんたがここにいるってことは、まさかこの近くに使徒が。目はいくつかの色を失い、舌は味を失う、指先は震えに疲れる。どうしてそれを。それは兆し。その鎧を帯び強戦士として戦いを重ねれば、光、声、ぬくもり、多くのものをお前は失うことになる。さすがは我が家のお蔵出し呪いのアイテム、えげつないわ。そんな。ふっ、いけすかねえな。相変わらず何でも知ったふうな口ぶりだぜ。ご忠告痛み入るがね。あいにくそんなことにはなりゃしねえよ。もう二度とあんなざまにはならねえ。次はシラフでこいつを使いこなしてみせるぜ。そうです、そんなことにはなりません。私がそうはさせません。失礼ですが、あなたとお師匠様は一体どのような間柄なのですか。この甲冑はもともとあなたが身につけていたものなのではありませんか。レイジュの森の魔女のマナ弟子だけあって、なかなかに逆しいものだ。いかにもその鎧は我が身に帯びしものであった。遠い昔、我らが時の断りの中にあった頃、我らは友だった。ちょうど今のお前たちのように。その鎧に宿るオドは、決して消えることのない炎と同じ。火種はくすぶり続ける。気があればたやすく豪華と化す。
たとえ誤符が施されていようとも夢夢侮らぬことだ。お前が人としてあり続けたいと望むのならば。Thank you.